はい、皆さんこんにちは。ファミザップ編集部のターザン馬場園です。そしてファミザップ小屋館の谷川桜です。あのファミザップ編集部岩田重郎です。そして今日はファミザップ攻略ライター竹中プレジデントですよ。その辺なんか着取っちゃって、いやいやいや、ファミツアートの選手と呼ばれたね、竹中さん、切れたナイフと呼ばれた僕がついに来ましたよ、またこの後ナイフじゃないよね変わりましたね、シピシピッと、はいはい、ということで、今日竹中さんはまた紹介してくれる、はい、今日は何ですか。今日は、はい、ドラゴン。ドラゴン、ドラゴン、うん、僕、大きいモンスター好きなんですよ。いろいろね、はい、いろいろね。で、大きいモンスターでガンガン殴るのが楽しいデッキ、はいはいはい、ドラゴン、うん、はい。どうやってドラゴン独特の漫画なのよく、ね、理由になってないような。いやでも分かりますよ。それはそう、結構もうシンプル。スタッツが大きくて、マナが重くて、はい、強い。出した時に威圧感があるって、うん、ドン、まあはい、バーッて、はい、っていうデッキ、まあ、それがドラゴンだから、ね、ドラゴン、はい、やっぱ恐ろしいパワーカードばっかりですよ、うんうんうん、はい、行きますか。行きましょ う, ましょう。じゃあ見せてあげてください。デン、僕の最強のドラゴンデッキはこれだ。パンチドラゴン、パンチドラゴン。あ、これあの相手にこうぶん殴るって意味を込めてつけてるだけなんで、ドラゴンでパンチしまくるってことね。まあ基本的にあの一般的なランプドラゴンと同じ系統の形ですね。はい、タクセンとアイラで PP を加速させて、で大きいモンスター出すって、うんうんうん、はいはいはい、そうですね。結構やっぱ序盤のね、低マナーマナというか低 PP 帯のカードのチョイスが難しいかなって思うんですけども、うんうん、まあ、ベルエンジェル入れて、うん、そうですね、一応ベルとプリズンドラゴンですか、この辺の壁は一応出して、はいはいはい、序盤しのぐと、序盤しのぐ、うん、そうですね、うん、ドラゴンウォリアが来てくれるとやっぱ結構しのぎやすいんで、うん、そこからマウントデーモンから、うん、そして最悪この、まあ、何でしたっけ、灼熱の話でリセットもかけられるんで、はいはいはい、全体4点、まあ、うん、まあ事故る時もありますけど、回るとかなり強いデッキですね、はいはいはい、ですね、はい、結構やっぱ3、4ターン目ぐらいでどうなってるかっていうのにね、かかってくるという、もう最初の手札のマリガンがもう命、確かに確かに 超、うん、超大事ですからね。早いと7ターンぐらいでサタン出てきますもんね。そうですね、うまく、うん、7ターンか、アイラからウルズのコンボが決まるとかなり早くなってきます。たくせんアイラ、ウルズ、騎竜兵、サタンって出てくるです。です、はいはい、でもサタンはどちらかというと保険で入れてる感じですか、これは。そうですね、どっちかっていうと、うん、やっぱりちょっと長期戦になりかけた時に相手に出されて大きさで負けちゃうっていうのが悔しかったんで、やっぱ大きいクリーチャーを俺が出すって、うん、こっちだ、そこに戻ってでかいの出すのは俺なんだ、でかいの出すのは俺っていうので、お前じゃないってこと。ちなみにウルズの対象じゃあウルズ、そうですね、基本的にベルエンジェルとアイラ序盤、はい、この2つにつけてきます。ドローとピピカソク、はい、で、あとはそうなんですけど、あれですね、終盤までもつれ込んで、はい、ジェネシスワゴンが殴って生き残ったら、うん、14点殴るとか、はいはい、失踪を生き返す、うん、はい、あとはまあ普通に時々使うのがゴブリマウントデーモンいるんですけど、うん、その体力減った状態で相手をしのぎ切ってくれたのをちょっと生き返らせてあげるとかっていうので、はい、これは一番使いたくない使い方ですけどね。なるほど、そういう使い方でキーになりそうですね。ですね、の使い方は結構やっぱ相手のエンシェントエルフとか小さくしたりもできるから、うん、全然できる、うん、かなり使い勝手いいですね。いろいろできますね、はい、と、はいうことでこんな感じで、はい、いきますか、ドラゴンで。これちょっと楽しみですね、対戦していきましょうかね、はい、はいはい、いきましょう、はい、ということでマッチングしました、はい、今回協力していただくのはアルトリアさん、アルトリアさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネクロマンサーっぽい感じしますね。じゃあ準備完了、はい、しますね。そうですね。よしよしよし。さあ、さてさて。マナ加速してから何を渡したいんですか、うん、PP 加速の後は。そうですね、基本的にパフニール、ジェネシス、うんうん、ジルニトラ、この3本軸ですね。はいはいはい。うん、ジルニトラはね。フィニッシャーですね。うん、ジルニトラ強いですよね。強いですね。うん、ドラゴン一緒に出てくるという。そうですね、最大3体出せるんで。うん、進化するとね、うん、もう1体追加するのね。お、ルナちゃん。あ、ルナちゃん。ですね、なかなかあのメイフエルフが生えてた時はすぐ戻されちゃうんで出しにくい、ね、っていうのがあったんですけど、ジルニトラだけが出されちゃう、はい、あ、でもこれいい、これはちょっとマウントをさよならして、はいはい、チャーンとここで、お、いい感じですね、なかなかいい感じですね、全然いい感じですね、マリガンは何を残したい感じでしょうか。やっぱり、はい、タクセンアイラは必須、うんうん、必須で、高校の時はやっぱドラゴンウォリア、ウォリア、あと、ま、マウントも
相手がロイヤルとかだったら一応候補に挨拶しなかったよろしくな。いやでもこれも相手もねどういうやつか分かんないですからね。なんさあこれはあとウルズ引いたらもうやばいですね。あと全然関係ないんですけど萌え好きな竹中さんがフォルテのスキンを変えてないというのがちょっとびっくりした。あのちょっとパック抜きすぎちゃってそれはあのレッドエーデルのね両面、ね、ちょっとパック抜きすぎちゃってあのお給料が入ったら買いますまあでも今回あれですね、あの、はい、バンピーちゃんとフォルテちゃんだけで僕はいいんで、まあ、女性ってだけで、ね、うん、はいはい、さあこれねきついねっていう、こう倒しちゃダメなんだけど、倒してほしいですよ ね、 っていうね。そうですね、まあこっちドラゴンとしては倒さないでちょうだいみたいな時もありますけどね、うん、そう、まあ、ただちょっと大きいのがまだいないのがちょっと嫌ですねこっちとしては。ああ倒してくれましたね。もう加速した後に出すカードがないと、うん、まあエンジェル、あ、これは惜しいですね。エンジェルからの、まあ、プリズンとエンジェル出しておきましょう。固めて、あ、ウルズでもよかったかもしれないですね。まあ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 向こうはまずはベルエンジェル買ってくるのかな。そうです、なんでしょうねこれ解放者とかイタズラが出てきそうな気もしますね。イタズラを倒せ、あ、でもそっかスパラトイサージェントを犠牲にすればですね。それで54残っちゃう、ハンドは。ああ、なるほど。最近僕もドラゴン使い始めたんですけど、はい、この時点で手札が3枚あーってちょっとすごい怖い。ここでここで来い。いやー渋いっすね。渋いっすねこれ。どうしようかな、どうしようかな、これ渋いな。さあもう、コンボパーツは揃っているのに、いや揃ってない、渋い揃ってないんだよこれ渋いっすね。渋いっすね。気流兵かな。ガン回りしてるだけに、なんかあれっすよ、ね、気流兵で、ウルズ下げとくの強くないですか、結構。強いんですよね。それでいいかなって思いますね、まあ。気流兵からのウルズマイナス2コース。で、まあ、次のターンなんかいっぱいできたら、2回リセットできるんで。うん。追加はなしと。追加はなし。相手のね、この 5PP で何してくるかっていうのは結構ね。なんでしょうね、嫌なの。ケルベロスはやっぱりですね。今一旦落ち着いてるね、状況だから。うん、これ一気にこう攻めてくる可能性ありますよね。気流兵はこのスタッツがずるいですよね。うん、ゴーゴーは圧ありますから、ね。これ本当倒さざるを得ない感じが。ネクロマンサーで進化でゴーストで。はいはいはい。これあれですね、相手の方は除去も多いし、多分アグロ寄りですね。多分なんで守護欲しいですね、ちょっと。確かに。怖いですね、ファントムハールが。あ、許さない。まあここでファフニールをね、あ、引いてきましたね。なかなか強い。効かないですね。全然出しちゃいますね。これ出しちゃって進化使っちゃいましょう。マウントする。で7点は厳しいと思うんで相手5、7。まあ除去があったら辛いですけど、まあ止めてきましょうとりあえず。はい、うん。で5、7でちょっと一旦羽休めしてもらって。これはケルベロスがあってギリギリですね。うん、なんか確定除去みたいなの打ってくるなら打ってくる。意外とゴーストライダーかもしれない。ゴーストライダー。ゴーストライダーかもしれない。強い。さあ5、7。5、7大きいですね。多分2、3枚使わないとダメなんじゃないかな。うん、この感じだと。いやーボーリンマウントもな、圧あるな。軽いカードばっかなんだろうな。この感じ。さあ何が飛んでくる。 3PP 残るのって嫌じゃないですか。嫌ですけどでももうしょうがないんですね。ドラゴンってそこのコントロール、ま、本当難しいですよね。もったいないですね。まあ、今せっかくマナ加速は、ね、PP 加速はうまくいったのに、うんうん、ちょっとね、そうですよね、もったいないですね。効率よく使えてない、うん、っていうのは。ああ、これは起きた。さあ、おーっと来た。12トラで殴っちゃいたいですね。これはこれはベルエンジェルをあで倒して、でゴブリンマントル、そうですね、これ使っちゃいましょう。進化12トラで思想持ってるんで、最初ソルドラゴンも一回現れるって感じなんで、これはゴブリンマントル5点。これで12トラ進化でさらにドラゴンいったんです。そうですね、これ進化をすると12トラ自体は強くならないんだけど、ドラゴンが5体出てくるわけ。さ、これはなかなか返しづらいですね。そうですね、 7PP だとこれもね、相手何もできなかったらちょっと積んでますから、ね、負の嵐でもね、2人残りますからね。負の嵐からのスカル移動を
ファントムハイ、これは祝福コラインで勝ちいけそうな気もしますね、多分。あ、進化でドラマント倒してくる。これで12点残ったら次勝ちですね。そうですね、ウルズで2回で6点殴れるのは自分とは。で、ドローを引きに行った感じですね。さて、あーなるほどなるほど、失踪で処理か、これは処理、はい、なるほど、ここで10点、おー、これでした。まあ、なるほど、結構苦しいですね。まあ、ここでジニシス、あ、これ1ドローできますからね。まあ、ちょっと1ドローして、ここで12トラ引くんで、おお、まあまあ、1ドローできる、ね、もう1ドローできるんで、おー、ジニシス使えない状態、あ、これも次のターンいけるんで、どうしましょう。そうですね、ファントムハウルで、11点です。あ、でもケルベロス出てないんで足りず足りないですね。なんで、行っちゃっていいですね、顔、はいはいはい、向こうに委ねるっていうね、うん、とりあえずは、なんとなく出してみました。で、とりあえずもったいないから、ね、もったいないわけなんで、はい、さあ、さて、ここを見たいと 3,4 並ぶとね、結構プレッシャーですよね。そうですね、これここまで来ちゃうとやっぱモルディカイが出てきても、うん、押し切れちゃうんで、確かに確かに、もう出せないです、数が並んでないからね、うん、相手としては、祝福を打ちたい。そうですね、でも灼熱からのみたいな、そう、なるほど、これででも届かないんじゃないですか、これじゃ。そうですね、うん、1体残りますね、ドラゴンは。モリアラを倒すってことなのかな。で、まあ除去、おっ、これ負の嵐、あ、か、なるなる、おお、なるほど、嵐なるほど。ただただうちには、うちにはもう最強な、想像の周りには破壊がある人がいますからね。さあ、とジェノスです。ドーン、これですね、これです、これですね、切り札ですね。バッグ気持ちいい。なんか心なしか殴った時のエフェクト大きいですよね。7点も大きいですね、はい、大きい、うん、ちょっと画面震えるから、震える、ジェニスは単純強いですよね、強い、進化した打つとかもうやばいもん、ね、もう4ですね。ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、はい、竹中さんのランプドラゴン、ランプドラゴンでしたね、うん、いや、できたい、そうですね、やりたいことできましたね、ジルイトラ来て、最後ジェニスでボン、そうですね、その通りの回り方しました、うん、綺麗でした今回は。ちなみに竹中さん的にはフォルテはどうなんですか。フォルテは、はい、入れてもいいんですけど、うん、結構そのなんでしょうね、ジルニトの方がやっぱり55が2個も出てくるんですよ、はい、大きいんですよね、で単体除去、除去結構最近多い気がして、はい、あの除去系に対して複数のフォロワーを並べるっていうのが純粋に強いんで、フォルテよりジュニトラの方かなって思って今作ってます。場持ちがいいと、はいはい、確かに、ね、もうフォルテだとね、結構もう勝ち筋としてね、もうパチッと決まっちゃうから、うん、それが決まんなかった時にね、あんまり巻き返せないっていう、はいはい、っていう感じになりますよね、はい、はい、ということで、今回はジュニトラの採用ということでしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、ぜひ皆さんもランプドラゴン、いや参考になりましたね、はい、まあ、序盤の動きがね、かなり変わりますけども、ね、今回序盤すごい良かったんで、うん、マリガンも良かったかな、良かった、これ、うん、やっぱり時々サタン、ジェネシス、ジェネシスとか、うん、あのキリフェ、あのジェニュリトラ、なんかファフニール、ファフニールとかで何もできないってやっぱあるんで手札大事故、その辺は3、4ターン目に左上にあるボタン、うんうん、で、次に行くっていう感じです。あ、なるほど、もし、あの、何回も回ると、うんうん、諦める感じ、これ違う、違う、これ違うって、まあ、次の僕に来たいって言って、今のなし、今のなし、ノーカンノーカンって、そういうのも大事ですね。なるほど、確かにね、はい、まあ、7加速ができる、できないで全然違ってくるんでね、うんうん、はい、まあ、ちょっと使い方は難しいかもしれないですけど、うん、ぜひ使ってみてください。ほい、ということで、いつものようにこの辺に PC からご覧の方、登録用のボタンあると思いますので、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方、下の方に登録用のね、ボタンとか URL とかあると思いますので、ファミツアップチャンネル登録してみてください。あとはね、ファミツアップニコラーブやってますんで、入会しないと見れない生放送とか、ね、動画とかありますので、ぜひ入会してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。どうぞ、またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ、スムロッ。